ありがとうございます。で、質問がですね、一つ、佐藤先生の方にはですね、ドイツ、英国、アメリカのですね、これはどういう勢力が、どういう意図で、どのようにロシアを変えていこうとしているのかという点とですね、鈴木先生には、その暴領土でもうずっとやっていらっしゃって、もう尊敬しておりますが、こういう所信兵の菅総理のね、お話とか聞いて、今日のお話とか聞いて、どういう形でそれを実行できるような方策みたいなのがあれば教えていただけます。その2点でございます。先生、まだまだ頑張っていただければと思います。ロシアの影響力が拡大しているのは面白く思ってない人たちっていうのは、これは西側の情報機関の中においては、まだ旧来の冷戦思考が抜け出してない人たちがいるから、そういう人たちはそういうふうに思って、そのネットワークがそれがやってるわけですよ。だから、時代ごとの冷戦ゲームやってるわけですね。ロシアは共産国家じゃないんだから、それだから、それこそ国際共産党を通じて、各国に支部を作って共産革命やっていこうってことは考えてない。普通の帝国主義では国益を変えられるようなやり方で推進しているわけですから、折り合いがつくわけなんですよ。ところが、共産主義時代と変わってないと思っている人たちがいると。また変わってないと思ってないとどうなると思います？ロシア軍は縮小になるじゃないですか。そうしたら、リストラになるでしょ。そしたら、ロシアは危険なんだっていうこと、それは非常に自分たちの仕事場を守るために重要になるっていう、そういう人たちは無意識にそう考えてるから、そういうふうになっちゃう。だからロシアの脅威ということを訴えている人たちっていうのは自分たちの個別利益のところから言ってると私は言ってるんですよね。これもエマニュエル・トッドさんが非常に参考になると思う。エマニュエル・トッドさんの思考地図っていう本が筑波から出てるけど、ロシアとアメリカは対立する要因ってものはないんだろう。アメリカのままイデオロギー主義だけなんだと。こういうふうに言ってるんだけども、私はそのトッドさん言ってる通りで、本当トッドさんはイランもそれほどの脅威と見ていらっしゃるんで、そこは私と違うんだからね、今の国際秩序を変更させたのは中国とドイツとトルコなんだから、それロシアはその中国、ドイツ、トルコとそれよりもうまくやってると。だからそこのところっていうのが本来要因だから、そこで喧嘩しないようにしてるんだと。だからそれだから、そこから学んで早く中国対策やった方がいいんじゃないかと、米ロが手を組んでと、こういうふうに言ってるんだ。そういう冷静な目っていうのはなかなか情報機関の人たちにはないんですよね。特に旧来型の思考している情報機関の人たちには。そういう人たちが自分たちの目的のためにやってる。だから自分たちの利益のためだから一生懸命なんです。はい、私はやっぱり具体的にこの平和条約締結。そのためには北方領土問題の解決しての平和条約締結なんですけども、1月13日、菅総理に会ってもですね、私は日露関係の話、よくお話して、やっぱり施政方針演説での発信というのは大事でしたという打ち合わせなんかもさせていただきました。そこで今回私は施政方針演説でですよ、本当に良かったなと思うのは、去年の10月16日の所信表明ではですね、北方領土問題を次の世代に先送りせず、終止符を打たねばなりません。このフレーズはそのまま使っております。で、最後の平和条約締結を含む日露関係全体の発展を目指します。これも今回も使っているんです。その中にですね、前回の所信表明では、ロシアとは首脳間の率直な意見交換を通じという簡単なものでした。今回、先ほど佐藤さんから言われたように、2018年のシンガポール会談のやり取りは引き継いでおり、これまでの両国間の諸合意を踏まえて交渉を進めます。私は大きく踏み込んでですね、逆に決意の覚悟を示しているとこう思っておりましてね、これは今回の施政方が非常に良かったなと、ロシア側も好意的に受け止めていると、私はこう考えております。そこでやっぱり大事なのは対面外交、対面首脳会談しなければいけません。もう1年半以上首脳会談ないんですね。ここはですね、本当は去年コロナがなければ5月9日の対独戦勝記念日に行ってですね、長時間の首脳会談を予定しておったのができなくなってしまったのが残念だったんですけども、去年は1575年という節目でしたけども、今年はいわゆる1956年日ソ共同宣言から65年になります。節目の年であります。ここはですね、私は首脳会談対面でやってぐっと大きく私は進めていただきたいなと思ってますし、ロシアになってから30年になります。エリツィン大統領になって初めていわゆる北方地域は未解決の地域だ、話し合いで解決しようとこう言ってくれたからもう30年。でプーチンさんは2000年日本に9月来た時、1956年宣言の有効性を初めて認めてくれたソ連邦の最高指導者、ロシアの最高指導者の中で唯一のプーチンさんがですね、ここは公にしておいた人なんです。20年プーチンさんはこの考え変わってませんから、これに沿ってやっていけば私は必ず解決できると。3日前か4日前に枝野さんがですね、質問で何も進んでない、端も外されてるんじゃないかとこう言われてますが、全くそれは他と違いで外交をやったことない人の私は感覚だと思ってます。着実に進んでおります。だから共同経済活動でも先ほど佐藤さんが言ったようにですね、日本側、ロシア側のお互いの立場を尊重して、ビザなし交流というのはお互いの立場を害さないという表現で、玉虫色でやってきたわけですよ。だから、シンガポール合意はもう、安倍総理はカードを切ったんです。1956年宣言でと。それでプラスアルファなんですね。それをきちっと日本側も現実的な対応していけばですね、私は必ず成果を得れる社と、私はもうまた来週でも総理をお会いしてですね、やっぱり元島民の皆様方の気持ち、今年も平均年齢75歳です。1万7200人引き上げてきて、今も5500人ぐらいしか残ってません。3分の2なくなってます。この元島民の思いをですね、やっぱりしっかり2月7日の北方領土の集会もありますからですね、ここら辺では私はやっぱりしっかり胸に刻んでですね、訴えていただきたいなという気がしますし、プーチンさんは臨場家です。私4回しか会ったことないけども、私の受けた印象は臨場家です。その意味からも菅さんとは波長が合うと私は思います。だから電話会談も9月29日の非常にいい私の中身ある電話会談だった。合わせてその前の8月30日の安倍さんが辞任してプーチンさんに退任の挨拶の電話をは間違いなくこの菅さんの施政方針に入っているようになっているわけでありますから、あの時安倍総理は細かくシンガポール会談のやり取りを裏切っているこうだったらプーチンさんもそうだ合意しているわけですから、ここら辺は私はね、今年はやっぱり勝負の年だという思いの中でですね、ここはもう菅総理にやってもらうしかないものですから、私なりの立場で精一杯応援していきたいなと思っております。ありがとうございます、はい、あと佐藤さん一つ聞いていいですか、はい、このナワルヌイさん、はい、ドイツからロシアに来ましたね、いやいや帰ってきましたね、はい、そこで私はこう見てるんです。ロシアはまさに自由と民主の国で、本来厄介なので邪魔くせなら何も入れなくなってもいいわけですからね、これ入ってくるそれぐらい、ロシアはロシアとしての、柔軟性も持ってきてるし、拘束はしたけども、それは当然ロシアの方に触れることがあるので拘束されて仕方ないんですよね。いや、それはそのロシア側はそういうロールですよ。それともう一つああやってデモが起きるってことは、逆に私は抑えようと思ったら抑えると思うんですよ。ああ、力でね。それでも自由にやらせれるってことは、ここはやっぱりプーチン様の基盤が安定していればですね、まさに自由と民主が定着しているというふうにも受け止められると私は思ってるんですけども。それはその見方で間違いないです。それからまずね、ロシアはルール変えましてですね、気に食わないやつを外に出して国籍を取っちゃうという、国外追放主義をやらないということをしたんですよ。だからナワリヌイは戻ってこれなくしちゃうというのが一番楽なんです。国籍を剥奪しちゃって、無国籍者にしちゃって、これ実はバルト諸国って無国籍者がたくさん作ってますからね。ロシア系の人たちって国籍取れないんですから、それでロシアに入らなくしちゃってると。私のバルトに入らなくしちゃってる。私の本当に盟友で、ソ連崩壊の時にラトビアの人民戦争を作ったアレクサンドル・パザコフなんていうのも、今度はラトビアの政府が独立した後は、今度はラトビアでロシア人の権利が侵害されたから、それで異議申し立て運動をやったら、ペニンソラのノングラートで追放になっちゃって、それでラトビアに入国できないと。最初の奥さんのお墓があるんだから、墓参りもできてないですからね。こういうようなことっていうのがあるんですけど、ロシアはそういうことはしないと。そこが1点ですね。それからもう一つね、これね、中産階級のジレンマなんですよ、一種の。これ何かっていうと、よくみんな政治に参加しようって言うでしょ。でもこれはね、近代議会制っていうのは、市民が直接政治に参加しないのが大事制なんです。すなわち政治っていうのはプロに任せるんです。だから国会議員がやる。じゃあ、市民は何をするのかと。市民は国会議員を選んだと。っていうのは政治に煩わされないんです。安全保障とか国内治安とかそういったことは煩わされないで、国民は欲望を追求するんです。経済活動、文化活動。それだからヘーゲルは欲望の王国って言ったんです、市民社会は。マルクスもそう言ったんです。第二世紀はそういうことなんです。そうするとね、逆説なんです。経済がうまくいってるときは国民は政治に関心を持たないんです。経済が悪くなると、国民は政治に関心を持ち始めるわけですよ。そして、独裁制のソ連みたいなことになったら不満があっても行動ができないと。プーチンの考えというのは中産階級で自分の意見を言える、そういうようなロシア人を作るんだと。その結果は何かというと、今、コロナがあって経済の調子悪いですよね。そしたらしわ寄せのある年金生活者、それから先行きが見えないということで横に残っている学生たち。それから学生たちの場合には社会的な経験というのも限られていると。それで相手インターネットに見たら、パワー一人で立ち上がるという。これっていうのはロシアの民主が定着しているからで、それでテレビ番組でそれを5時間放映してですよ。ひどいですねと、根本でぶん殴ってますねと。そういうようなところであるとか、今、記者が逮捕されましたと。そういったの実況中継があるから、日本なんか逮捕の瞬間とか実況中継できないんですよ。それ逮捕されたら通信手段と取られちゃいますよ。そういうことを考えると、やっぱりロシアなりの自由さっていうのがあるわけですよね。だからロシア人は、今のロシアっていうのはすごい窮屈で何も言わないのが恐ろしい国だと思っていったら、そんなことは全然ないと。だからそういう意味では、ロシアのそのテレビのさっきの5時間の報道を見て分かるように、ロシアが変なところを含めて全部見せると。それまたコメンテーターっていうのは政権にちょこっと近いような人が来てコメンテーターで見てるんだけど、しかし今のロシアの問題が何なのかってことは、ロシアのテレビ見てればかなり分かるわけなんですよ。それ日本でジャーナリストでですよ、それで拘束されると、逮捕されるという覚悟で現場の突撃取材でどれぐらいの人がいくかということですよね。だからそういう意味においては、やっぱりロシア人の記者魂もやっぱり相当のものがあるんですよ。それと同時に、ロシアが混乱の90年代って言葉を使うんですけどね、1992年の物価上昇率が 2500%、みんな貯金はなくなっちゃった。チェチェンの内戦では30万人ぐらい死ぬ。モスクワ郊外では爆弾が爆発すると、こういったことが続いていると、あの状況の時みんなで助け合って生き残ってきたんです。それから、西側っていうものを信頼して、ワルシャワ条約機構を解体したと。それ NATO もなくなるはずだと思ったと。最初は平和のためのパートナーシップが起こったんだけども、NATO は東方に拡大してくると。そういったことで、ああ、国家ってね、エゴイスティックなものなんだなと。自分たちの身は自分たちでしか守らないんだっていう、ここれがロシア人が徹底して思ってるわけですね。だからみんなプーチンに対する不満がありますよ。それなんだけども、西側の人がナワリヌイに連帯するって言ったら、その人間に対して何だこいつはと、俺たちの内政に干渉するんじゃないって反発しますよ。だから G7 の今回の声明みたいな、私は個人的には非常に下手な手だと思うんですよね。これは逆にロシアを固まりしちゃいます。それからロシア人で一般のロシア人から反発されます。だからそれはロシア人に任せればいいんですよ。ロシアの政治のことだから。それでナワリヌイも拘束されていても毎日弁護士と接見して発信してると。それで売店で買い物はできるし、それから暴行とかそういったのを受けてないと弁護士経由で発信してると、それはやっぱり実態ですよね。それでロシアはロシア版の国策捜査ってあるわけですよ。だからナワリヌイと同じようなことやってる人が全部捕まってるかって言ったらそうじゃないと思いますけどね。でもナワリヌイと同じような件で捕まってる人はたくさんいるわけです。だからそういうことですよね。彼は帰らないということができたから帰ってくると。ということは投獄も含めてあると。あともう一つは、ナワリヌイはちゃんと仕掛けてるでしょ。捕まったらこの動画を出せっていう。そういった時限爆弾を仕掛けて上でいってるから、それはやっぱりプロですよ。それでさっきの斎藤浩平さんの補助さんに行くと分かるでしょ。彼は権力奪取のプログラムを持ってますよ。しかも外国の支援を受けて。そしたらロシアから見るとですよ、外環誘致になるんですよ。外国勢力を入れて今の合法的に成立した政権というものを転覆させようとしているようにロシア人から見えるんです。西側から見ると共通の価値観の仲間に見えるんだけども、ロシアからすると外環誘致だと。外環誘致は、これはまあ日本の場合は武力の場合だけは外環誘致ですけども、これは日本の場合死刑ですから。それはどの国家も国家の本能として自分たちの憲法体制のものっていうものを外国と組んで転覆させるっていうことは、これはどの国も嫌いなんです。そうするとどっかの外国と組んで、例えば中国と組んでとか、あるいはアメリカとかを組んで誰かその政治指導者っていうのを反体制活動家っていうのがいて日本に入ってきて今の政権倒そうっていうふうにやってると、外交に出てこいと、首相官邸を30万人で囲もうとかってやってたわけっていうのは、これは政権が本気になってそういったようなデモを阻止しようとするでしょ。同じですよ。これがね、例えば原発政策で反対だとか、あるいは安保法制で反対だってことで何十万人も集まってくるっていうことと違うんですよ。政策の問題じゃないんですよ。この政権を倒せよと。それで考えてみてください。例えば菅さんの不正蓄財してる。CG で合成して、こんな豪邸に入って、菅邸の中にはカジノがあって、バーがあるとか、こういったのをやって、これが菅邸の設計図だと。そういうような感じのことをやったので、日本の場合でそういったような報道をもし YouTube のところで本格的にやって、それこれが菅の愛人で、子供は何人かいて、そこにも子供がいて、これが子供だとか言って、こういうのやったら、どういうことになります？それを考えてみると、ロシア結構緩いでしょ。どうぞどうぞと。俺見てねえんだけどなと、プーチンが。ただその、もちろん報告を受けてるから。はっきりと言っとくけど、学生諸君と。これはねと。この建物が私とか私の親族に属したことはないし、一度も過去にもないから。それだから本当のことだからね。そういうふうに役で話してる。ただプーチンは一度も言ったことがないとか言って。嘘はついてないんですけど、多分そこは言ったことが私知ってると思うんですよ。でそれだといろんなものを俺があそこで泳いでるの写真見たって、あれ2007年エニス映画までシベリアでそこで泳いでた写真だけど、そういったのをパッチワークで入れやがってと、みんな気をつけて洗脳されるからな、こんなもの見たらと結構怒ってましたよ。でもやっぱりプーチンが出張ってくるっていうのはかなり気にしてるっていうことがあるんですよ。だから特に若い人たちっていうのが正義感が強いと、それは君らは分かると。しかし世の中にいろんなことがあるんだぜと。だから国際的な暴虐中ものあるんだぜっていうことを、プーチン暴虐のプロだからね。それだから、プーチンは頭にきてるわけですよ。要するに、俺はプロだと、その世界の。プロ相手にこういった情報戦を仕掛けてくるっていうのは相当のもんだと。どうしたのか。だからプーチンが怒ってるのはナワリヌイじゃないんですよ。ロシア領、クルクランで操り人形というのは、プーチンから見ると何割にじゃないんです。7割に背後にある西側勢力なんです。でも、西側それはそんなことは誰もしてない陰謀説だっていうわけでしょ。でも、ロシアから見るとそれは陰謀でも見えない。こういうことですよね。そういう非常に面倒くさいことで、こういうわけのわからないところは鈍感力。これは菅総理にぜひ鈍感力を発揮していただいて、よくわけのわからないことだから、しかし西側の人だから自分たちの仲間は嘘をついてないっていう、こういうゲームだから、じゃあ一緒に付き合いますけども、ベンチの一番端の方で、一番端の方に座りたいんだけども、フランスもイタリアもできるだけ端に座りたいと、あんまり真ん中の方に行きたくないと、こういうふうに言ってるわけ。カナダは真ん中に座りたいんだけど、なんか真ん中の席がないんだよね。すごく頑張ってるんだけど、それ今、デーンって一番真ん中に座ってるのはイギリスで、その隣にドイツが座って、それでその横にアメリカが座って、それで G7 の残りの国っていうのはなんか端っこの方にいて、日本は今のところまあくってるから、半分ぐらいお尻がはみ出してるぐらいの感じでベンチに座ってると、ああ、なんかこのベンチに座っていたくなさそうだなと、これはロシアに伝わってるから、なかなかよくやってると思うんですよ。外務省頑張ってますよ、今回は。ああいうなんかやばいことに巻き込まれたくないっていう時になるとね、日本の外務省って結構知恵があるから、何から逃げるってことで、積極的に何か作ってるっていうのはなかなか知恵じゃないけど、筋が悪そうでやばそうだなっていう、霞が関用語で消極的権限装備ね、そういうことやるの結構強いですからね。だから突っ込んではいかないと思いますね。はい、佐藤さん、ありがとうございました。あ、でもちょっと余計なこと言うと、河野外務大臣あたりだったらちょっと突っ込んでったかもしれないと思うんで、やっぱり今、茂木さんが外務大臣で、茂木さんも筋が悪そうだなって気づいてると思うんですよ。やっぱり国際コンサルをやってると、国際的ないろんな陰謀とかそういうの知ってますからね、ビジネスで。なんか筋が悪そうだなと、これは関わるまいと思ってるんで、これは非常にね、今の政権はやばいことには手を染めないということで、この辺いいと思いますよ。ちょっとね、河野さんがみたいになんか雰囲気が違ったでしょうね。ここは西側の一員としてもお父さんと一緒で始まったかもしれませんね。はい、佐藤さん、ありがとうございました。皆さんですね、もう時間ですから、今月はこの辺でしてますけども、来月も第4木曜日、佐藤さん、大丈夫ですか？25だった4木曜日が、来月は25日の木曜日で、4時からということで。じゃあ来月は25、第4木曜日でまた開催しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。